古城散歩七尾城畠山家十一代上杉織田の狭間に消えた城。ここまで来たか。さてと、いきなり本丸下の駐車場です。久々に大道を行く感じですな。おお、山仕事の男たち、こんにちは。こっちは降りれます？はい、降りるなら大丈夫。すいません、ちょっと上がってきます。早くもクライマックスの予感。本能寺の変頃には役目を終えていた城ですが、どうですかこの家を。こんにちは。カメラ映っちゃって大丈夫ですね。大丈夫ですよね。ありがとうございます。いや、これはね、もったいないけど今行っちゃおう。はい、どんなうまいタバコを吸っているかと言いますと、こんな感じですよ。この絶景ですわ。なるほどね。では二の丸へ。なるほど。では二の丸。お、二の丸にも石積みが。はい、これがこの上がる感じ。あ、意外に今日は出会います。こんにちは。今日初めてです。はい。今ここ二の丸でしょ。うん、降りてずっと行ったら、それ三の丸あるんですけど。三の丸から向こうの町まで降りれる。町を急の出られる。あ、本当に。三の丸からもう一度行ったら、うん、安寧寺城、あのお寺あとはね、安寧寺さん、そこからまだしたら、うん、急道を降りる道と、うん、今の上の方上がってくる。あ、本当にありがとうございます。じゃあこのまま行って間違いないね。今日上がってきたんですか？今僕行ってがあって、うん、三の丸って感じで返してる。ああ、そうなんだ。三の丸に鴨志田おった。鴨志田おった。へえ、会えるかな俺。会える、多分。写真撮った。写真撮った。へえ。あっちまで降りてからぐっと回ってみようか。見して見して。あれ、これどうやってするんだよ、全然知らん。この青いやつで。これ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 。ずるずるずる。あ、それちょっとこれ俺撮らせてもらっていい？どうぞどうぞ。これもっと大きくする？あれだからいなくなっちゃったよ。こうか、あ、こうか。こんな感じかな。ちょっとこっちまで待って。いや、難しいなこれ。難しいね。小沢さんと別れて安寧寺の方に向かいますか。行きましょう。よいしょ。足元に注意して。さすがに上杉謙信を一度は退けたしろ、なかなか。ちなみにイノシシも注意しよう。うわー、ここが一番広いかな。どうなんでしょう現在地。
お、カモシカだ。来るよ。はい。こっち見るんだね。これあんまり寄ると、なんか、ね。あ、こっちもアンネージなんだ。いや、最近下りばっかりで楽してない？あら、もう近かったわよ。一息つきますか、この眺めで。番所です。ここが穴ばかり。自称跡。はい、だいぶ標高が下がってきた感じがね。森林浴です。やっぱりね、森はまだまだ続きます。樹林帯が暗くなる道は空でしょう。青空。ちょあれ、折り切りました。七尾城大手道を下るでした。